ハセベとキツラ、ハセベとキツラから1910年6月12日は、幕末の福井藩士、海援大使、明治期の官僚、政治家、幹線山形県知事、元老院議官、貴族院議員、近景官志向、福井藩士、長谷部広志連の長男として生まれる。後に、海援大使の一員となり、維新後は、海援隊が計画していた北海道開拓に乗り出す。 こととなる。明治5年、政府の会計事務局に出資。以後、函館裁判所民政係観察権外国係、上司函館産物取締御用、開拓士御用係、開拓権法案、開拓商法案、開拓中盤官などを歴任。1873年9月より、カラフト市長に在勤。カラフト・千島交換条約の実施のため、 1875年8月、理事官に就任した。その後、工業局長、開拓代書機関、権威主り加工改良事務長などを務める。1886年2月、開拓支配士に伴い後部代書機関に就任。以後、札幌工業管理局長、農商務省代書機関、札幌工業事務所長などを歴任。1886年1月、 元老院議官に就任。1889年12月、山形県知事に登用され、1894年1月まで在任。1897年12月28日、近景官志向を仰せつけられる。1905年1月29日、貴族院直選議員に任じられ、死去するまで在任した。ありがとうございます。